さあ始まりましたセレチューブ。今回も選手たちが意地とプライドをかけ熱い戦いを繰り広げます。種目は卓球、ダーツ、ボーリングの3番勝負。各種目ごとに順位に応じたポイントが与えられ、その合計得点でチャンピオンを決めます。参加するのはキム・ジンヒョン選手、片山栄一選手、福光隆樹選手、田中アトム選手の4人。優勝者にはキリンイミューズ1年分をプレゼント。そして最下位の選手にはモノマネの罰ゲームが。ファーストステージの卓球対決ではキム・ジンヒョン選手が優勝し3ポイントをゲット。勝負の行方は果たして。そして今回は田中選手がおすすめグッズをご紹介。サッカー行ってきます。サッカー行ってきます。かわいいな。そしてここからは最新の試合情報をお届け。6月22日は明治安田生命 J1 リーグ、ヤンマースタジアム長居でジュビロ磐田と対戦します。そして26日は J リーグ YBC ルヴァンカップ、プレーオフステージ第2戦、プライムステージ進出をかけた運命の一戦をお見逃しなく。さらに6月23日は J3、 セレッソ大阪アンダー23の若さあふれる選手たちのプレーをぜひ生でお楽しみください。セカンドステージはダーツ対決。ルールはスタートの301ポイントから当てたポイントを引いていき、先に0ちょうどになった方が勝利です。くじ引きの結果、組み合わせはご覧の通りに。まずは福光選手と片山選手の対戦。卓球対決と同じように片山選手が勝つのか、それとも福光選手がリベンジを果たすのか。さあ試合開始です。すごい、高い。緊張します。ライト、やっぱね、緊張する。ダーツをさ、これなんかもうギュッて見られてるとか投げたからないけどさ、さあよくピッチに立つな。それはなんかあれじゃん、サッカーじゃん。足足大丈夫です。おーおー、これどこまで覚えてるんちゃう？あ、白え、これアウトっすか？いや、セーフ。乗ってる、乗ってればいいけど。うるさいな、ガヤンガヤン投げるときに集中させてくれよ。アウェーだな。まだ喋る。投げるときのカシャってのはちょっと一番危ない危ない危ない。今投げてたら多分ファーだった。今危ねー。多いよ。超微妙じゃん。おーおい。おお。まあまあいい。これはね。また50。でこれ赤っすよね。赤。ああ違う。超わかりやすい。だな。赤だったな。次。背の長さ生かしよう。おーおお。このことなかなか。惜しい。そうなっちゃう。でかいでかいでかい。両者とも順調にポイントを減らしていき、福光選手が残り115ポイント、片山選手が94ポイントとなりました。
いってそれとかね。なんなら20狙いましたけど。トリプルとかあんま出ないの。出ないよね。まあ出てないね。トリプル出てない。一。ちょっと好きやな。なんでかっこいいばっかり行くんだよ。出たんだ。一回のうち。じゃあもう狙える。狙えるね。トリプル。おい、来たんだな、来たんじゃないこれ次だな、やってみろ、出たか。オッケー、じゃあ、上がダブルやで。ダブルダブルや。じゃないと上がれない。倍になってきない。あ、そうなんすか。全然違うのに。知らない。それで普通にやばいな、これ。シングルで言ったらもう負けそうでしょ。え、やり直しで、ね、シングルで、シングルで上がったダブルで上がんない。そう、ダブルで上がんない。ダブルで上がんない。地獄。ダブルで上がんない。トリプルでも、トリプルでもいい。シングルで上がったな。シングルで上がった。じゃあ、待って。9になって10のダブルで9、そういうことです。全然知らんかった。確かにそうっすよね。そうだ、勝ったりな。おやばいじゃん、これだから。まあ、うまくじゃあ、2と、あ、3 1でいいんじゃない。誰か1。え、オーバーしたら終わり。オーバーしたら戻る。17、バターは戻る。じゃあ17じゃ、その前に。その前に。え、じゃあ5ぐらい、あ、いやでも1で、1のシングルで、1の8。クソむずいな。1で、おー、全然え、むしろうまいね、そこ。1でやったときむしろ外してきたのうまい。1でやったときに。おぉ、うまいじゃん。いいよ、次、それで終わりよ。8倍。言ったとしても違う数字。でもこれ16で足したら負けです。そう。けど、それがこれ16で。え、ほんとだ。え、おっ、まとめて終われ。自分の番号。え、でも待って、17、はい、1で終われない。終われないか、危ないよ。え、これ、振りじゃないですか、これ。大丈夫、大丈夫。俺一回外すんだな、これ。あ、それもある。でも、1とか減らない。1とか減らない。え、でも1無理でしょ、もう。ここのダイビングでやばない。そっか。トリプル？マジか。あー、ミスっちゃったね。そか。あ、そうなんだ。うわー、マジミスった。8、2倍。16刺さったらダメだよね。あ、どうですか最後の一投、意気込みをぜひ。これで決めたいと思います。お、これで決めたらマジかっこいい。かっこいいよね、マジ。うわー、おー、うまい。うわー、うまい。うわー、それはうまいわ。これはうまい。それはゾッとしたいわ。一発で。よっしゃ。いや、今の全然悔しくない負け方だったの。狙い通り、うん、狙い通りです。そうですか。危ない。始める前、肩強いからダーツって言ってはった。そう、聞きました、マジで。ちょっとまだいけるやろって言われて、ちょっと心の中で準備してたからな。まだいけるやろっていう。いや、まあ、次頑張ります。次に向けてどうでしょう。優勝したいと思います。ここでセレチューブおすすめグッズのご紹介。今回は父の日のプレゼントにぴったりな商品です。こちらはセレッソのことが大好きなパパ注目の商品。バッグと椅子が一体となった進化型リュック椅子パック。観戦はもちろん野外イベントにも最適。待ち列でお疲れのあなたは椅子モードでゆったりと。リュックですね。ロゴ入りです、ちゃんとセレッソの。すごい。で、なんかマジックテープがついてて、気分によっていろいろ変えれるんですかね、これ。もうこれいらなかったりとかね、ちょこれ真ん中にしたいとか。なるほど。まあ、ロゴは入ってるからいらないなとかね。寂しいじゃない。寂しい。21にできる。あ、逆にね。確かに。好きな選手の背番号とかね、こうできるみたいな。ぜひ、じゃあ17番お願いします。いやいや、俺が紹介してるの32番。3と2お願いします。まあ、2と3だったら、まあ、山ちゃんもできるから。山ちゃんと俺好きな人だね。3と2を選んでもらって、で、なんかこれだけやるよ。これね、椅子がついてるんですよ。え、ほら、なんで、こう並んでる時とかね、こうこれで休めるという。椅子だってみようか。めっちゃ入りそう。どうですか、カラッた感じ。重いですか、カラッた感じ。
いや椅子だから重いんじゃない。あ、全然これね軽い。多分アルミ製だからね。当たって痛くないですか？痛くない。軽いし、いっぱい入るし、多分ね、これいいね。それちょっと申し込んでみますか？観戦行きます、これから。じゃあ、サッカー行ってきます。サッカー行ってきます。サッカー行ってきます。かわいいなぁ。かわいいなぁ。かわいいなぁ。でも、そんな神ヤンキーみたいな子供いないっしょ。いないっしょ。それもう目立ちすぎっしょ。でも結構、俺の身長に大きめでもやっぱ。ちょっとぴったりじゃないですか。ぴったり。いい感じです。いっぱい入るってことだね。田中選手、商品紹介ありがとうございました。続いては仕事もかっこよく決めるパパにおすすめ、ビジネスシーンで大活躍のボールペン。筆記具最高峰のブランドパーカーの中でもおしゃれなビジネスマンに人気のアーバンとのコラボレーションが実現。オリジナルのギフトボックス付きなのでプレゼントとしてもおすすめです。そしてセレッソサポパパなら寝ている時もセレッソ、オールシーズン使える天軸素材のルームウェアです。滑らかな肌触りで通気性も良く快適な寝心地をお届けいたします。大人メンズ、大人レディース、キッズサイズとご用意していますので、ファミリーみんなでどうぞ。次回は卓球王者のキム・ジンヒョン選手が登場。対する田中選手は優勝候補を相手に大番狂わせを起こすことができるのか。セレシューズは毎週火曜夜7時配信。チャンネル登録よろしくお願いします。そしてここからは最新の試合情報をお届け。6月22日は明治安田生命 J1 リーグ、ヤンマースタジアム長居でジュビロ磐田と対戦します。そして26日は J リーグ YBC ルヴァンカップ、プレーオフステージ第2戦、プライムステージ進出をかけた運命の一戦をお見逃しなく。さらに6月23日は J3、 セレッソ大阪アンダー23の若さあふれる選手たちのプレーをぜひ生でお楽しみください。